MBS テレビのスポーツ討論番組イクサエスポーツ内閣51時56分で国内外のスポーツイベントの最前線で写真を撮影するスポーツカメラマンを特集。格闘技イベントリズエヌで撮影された那須川天心選手のギアとの一枚に元フィギュアスケーターの安藤美希32があんな穏やかやかな方がと衝撃を受ける。ゲスト出演のリジン公式カメラマン穂高幸子さんはカメラマン人生最高の一枚としてキックボクシングの神童那須川天心選手の写真を挙げた。それは2017年10月リスイング藤田大和戦で那須川選手が総理出した大技がまるで漫画のヒーローのような写真だという。意外性と躍動感にあふれた那須川選手の奇跡の一枚に MC のタレント武井壮47もすごい試合のすごい写真と大興奮。那須川選手と最近知り合ったという安藤はあんな可愛らしくて穏やかな方がこんな激しい試合をするのかと衝撃でしたとコメントした。穂高さんは試合中の那須川選手からは観客を盛り上げようとするプロ意識が見えるそうで、これが那須川天心だという一枚になったという。番組ではスポーツ報道写真の大手アフロの全面協力のもとリオ五輪陸上 400m リレーで銀メダルを獲得したリレー侍日本代表チームや平昌五輪スピードスケート 500m 金メダリストの小平奈緒選手など日本スポーツ界の歴史に残る名場面で撮られた写真をスタジオに展示。撮影したカメラマンとリモートでつなぎ一枚にかける思いを聞いていく。この模様は6月3日に放送される戦え。スポーツ内閣51時56分で国内外のスポーツイベントの最前線で写真を撮影するスポーツカメラマンを特集。格闘技イベントリジンで撮影された那須川天心選手の奇跡の一枚に元フィギュアスケーターの安藤美希32があんな穏やかな方がと衝撃を受ける。ゲスト出演の RI 人公式カメラマン穂高幸子さんはカメラマン人生最高の一枚としてキックボクシングの神童那須川天心選手の写真を挙げた。それは2017年10月リジンの藤田大和戦で那須川選手が繰り出した大技がまるで漫画のヒーローのような写真だという。意外性と躍動感にあふれた那須川選手の奇跡の一枚に MC のタレント武井壮47もすごい試合のすごい写真と大興奮。那須川選手と最近知り合ったという安藤はあんな可愛らしくて穏やかな方がこんな激しい試合をするのかと衝撃でしたとコメントした。穂高さんは試合中の那須川選手からは観客を盛んに上げようとするプロ意識が見えるそうで、これが那須川天心だという一枚になったという。番組ではスポーツ報道写真の大手アフロの全面協力のもとリオ五輪陸上 400m リレーで銀メダルを獲得したリレー侍日本代表チームや平昌五輪スピードスケート 500m 金メダリストの小平奈緒選手など日本スポーツ界の歴史に残る名場面で撮られた写真をスタジオに展示。撮影したカメラマンとリモートでつなぎ一枚にかける思いを聞いていく。この模様は6月3日に放送される